こんにちは、まことです。はい、ついてます。はい、今回の動画は5日間のコーデ Vlog を撮りたいと思います。そして今日の動画はアクセサリーブランドセネとのタイアップ動画です。パチパチパチはい、今もネックレス、耳リングとかつけてるんですけど、普段から愛用してるセネなので、今回改めてこうやって動画で紹介できることが嬉しいです。はい、セネのことを軽く紹介しておくと、結構っていうか本当に手に取りやすい価格のおしゃれなアクセサリーがたくさんあるので、手に取りやすい価格だからこそ、子育てのママとかもすごい使いやすかったりとか、金属アレルギーの方でもつけてても大丈夫なような素材で作られたりとかしているので、痛い。コーデに合わせたアクセサリーも見てもらえると嬉しいです。今日は今からちょっと用事があるので、丸の内の方に家族でお出かけしてきます。行ってきます。今日はもうめちゃくちゃ暑い日なので、アウターなしのワンピース1枚のオールブラックにしました。ちょっとコンサバ綺麗めになりすぎるなと思ったので、小物はカジュアルな感じにしました。このスカートも低身長なんですけど、裾が長すぎず、後ろのスリットからこのちょっとごついブーツがチラ見えするところがツボで好きなポイントです。で、アクセサリーはゴールドでまとめました。このリングとネックレスと耳です。このイヤリングがすごいお気に入りで、丸ポチが耳たぶのとこに来るので、ピアスっぽく見せれるのですごいお気に入りです。華奢だけどさりげないデザインが可愛いので、こういうちょっとお出かけにも合うかなと思って、こんな感じのアクセサリーです。はい、祭りのコーディネートはこんな感じ。いい感じだよ、似合ってる。食べてんの？やめて。あははこれどう？可愛いけどね。うん。リトもクック欲しいね。まだ歩けないけどね。可愛い。ファーストシューズに欲しいけど、サイズがめちゃくちゃ人気で。サイズありませんでした。夜ご飯はラーメンを食べに行ってきます。またいただきます。久々の豚骨美味しい。 Going out anymore, we're home. どうしたの？ 私は会いたいんだよね。ソーライズイン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 ソーライズきました。ランチするだけやね。ランチしてブラブラする予定です。はい、じゃあそんな今日のコーデを撮ってもらいます。はい、
今日のコーデはこんな感じです。とスカーフがメインでちょっとガーリーな感じなので、アクセサリーはシルバーにしました。このネックレス、めちゃくちゃ華奢なシルバーのネックレスとバングルとリングがセネです。このネックレスの上品な感じなので、私は普段ゴールドが多いんですけど、シルバーに挑戦しやすいアクセサリーかなと思います。なんか上品に見えないスウェットだけど、かわいい。ありがとうございます。はい、いただきます。うん、のライブ配信に出るので、自前の衣装ということで、ちょっと華やかに見えてますか？華やかに見えるトップスに合わせました。多分手元スキンケアの紹介で、あの手元も映るかなと思ったので、綺麗めにゴールドで合わせたのと、あとパールのネックレスも上品に見えるように合わせました。おはようございます。今日はこちらのカワイさんのバースです。ちょっと笑ってるけど大丈夫そう。大丈夫です。出勤コーデ、あのポップアップをお手伝いさせてもらう日なので、うん、いろんな服着るかなと思って、何にでも合いそうな感じにしてみました、はい、このネックレスもセネで、これもなんか存在感あるけどシンプルで、こうカベさんのお洋服にカジュアルで合いそうかなと思いまして、あと耳もさりげなくピアス風のイヤーカフ。あ、ピアスじゃないんだ。ピアスじゃないんですよ、私開いてなくて耳。ちょっともやさん映しますね。よろしくお願いします。来た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 。着替えました。とりあえず一着目はこんな感じに、さっきのキロの黄色のブルゾンを羽織ります。白のこれはスウェット風のロンティーなんだけど、これに入ります。はい、2着目着替えました。これは見えるかな、オールインワンです。髪は上げました。このイヤリングがちょっと目立っていい感じじゃないですか、髪を上げたら。今お客さんはちょっと空いているんですが、もう朝一から差し入れ、プレゼント、お手紙を持ってきてくださるお客さんもいて、本当にありがとうございます。午後も頑張ります。終わってから来てくれました。今日はずっと寝てたんだね。かわいいね。16時間寝て1時間起きて4時間寝ました。お疲れ様でした。カベサロッソのポップアップお手伝いの1日が終わりました。はい、たくさんの人に来ていただいて本当にありがとうございました。はい、で最後のお洋服は
このファベサのサンドイッチクルーっていうシリーズがあるんですけど、それのロゴセットブラックをお持ち帰りします。これを待つように、はい、買っていってあげようと思って取っといて、もう自分が着てるっていう。私は白、これの色違いの白を自分用に、はい、お持ち帰りしたいと思います。次の Vlog の日でお会いしましょう。ライブの日でした。もうライブは終わったんですけど、今日の私服を、はい、撮ってもらいたいと思います。祭りを久しぶりに連れてきたら、ちょっと最後眠くて泣いちゃって、ちょっとだけバタバタした感じになって申し訳なかったんですけど、はい、撮ってもらいます。今日はお洋服をたくさん着ると思ったので、馴染みやすいようにゴールドにして、これは私服に合わせてシルバーとゴールドになってますか。一気にこれをつけるだけでちょっとおしゃれに見えるかなと思って、このグレーのスウェットにはどっちもゴールドもシルバーも合うかなと思ったので、カジュアルにちょっとジャラジャラっぽくつけてみました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。リガちゃん買ってくれました。ありがとうございます。愛用してます。本当に嬉しい。毎日使ってます。似合う今日のコーデにも。今いけてる、いけてるいけてる。本当にありがとう。かわいい。何もない後ろ。はい、以上が5日間のコーデ Vlog でした、今回はアクセサリーも一緒に紹介したんですけれども、このセネの詳細は概要欄のリンクの方にも貼ってるので、そちらからぜひチェックしてみてください。今回紹介したアイテム以外にも、可愛いアクセサリーがたくさんあるので、ぜひチェックしてみてもらえたら嬉しいです。ぜひお揃いにしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。